Hey, what's up guys? Kaisu Tohir, and we're back again to the Sora Online Addis Season Licorice, and we're going to continue where we left off. So we're going to the Gigas Cedar. We need to meet with Yujiro, but first thing I need to save. Oh, this is travel too? I mean like a fast travel too? So, if you already watched the prologue for this one online, so this is basically the same day, the same time, but I only do it like twice because the prologue is so long for me. You know, I like to make like 10 minutes, 20 minutes, something like that. Well, there's in my oldest video there's so many like 30 minutes long and 40, 50 minutes, 50 minutes, something like that, because I was to like a full gameplay match like a CSGO or Rainbow Six Siege, something, a lot of it, and a lot of it doesn't have much of editing because it's kind of like take a time to edit and take a long time to let's go. Boat へたどり着くにはユージオの協力が必要不可欠だ。それにはこの巨大な木を切り倒さなくてはならない。ユージオ、彼の一生をかけても終わらない天職から解放するために。おい、大丈夫か？大丈夫じゃないかも。これとてつもなく重いんだ。さ、見てくれキリト、青バラの剣だ。この剣は何なんだ？ルーリットの村に住む人ならみんなが知っている、ベルクーリと北の白い竜っていう冒険譚があるんだ。ベルクーリは300年前にこの土地に村を開いた初代の入植者でさ、彼の冒険譚の中にこの青バラの剣が出てくるんだ。ユージョはこの剣をどこで手に入れたんだ？6年前にアリスと果ての山脈に行ったって話をしただろ。その時に洞窟で竜の骨とこの剣を見つけたんだ。ドラ…いや、竜は死んでいたんだな。骨には刀傷がついていたよ。竜を殺した奴がいるってのか？一体誰が？わからないけど、その人は少なくとも剣には興味がなかったみたいだ。それで友情は放置されていたこれをここまで運んできたのか？一昨年の夏から安息日ごとに少しずつね。So、大丈夫かい？まあ、なんとかな。とてつもなく重いけど、それ以上に綺麗な剣だな。普通の鋼じゃないよね。銀でもないし、竜の骨とも違う。つまり人の手によるものじゃないんだと僕は思ってる。神様の力を借りて強力な術師が形にしたか、あるいは神様が手ずから作り出した、そういう器物を神器って言うんだ。青バラの剣もきっとその一つだよ。神が作り出したものか。この仮想世界における神とは一体何だ？ゲームにおける管理者、メインプログラム。何にせよ今わかっているのはこの青バラの剣が恐るべき優先度を誇るオブジェクトだってことだ。ユージョ、少し試したいことがあるんだけど。まさかその剣でギガスシダーを？ Well, yeah. 記録に剣でギガスシダーを叩いちゃいけないなんて項目があるのか？いや、そりゃそんな掟はないけど。じゃあ問題ないな。なんだか
前にもこんなことがあったような。試してみる価値はあるだろう。うまくいけばこの木を切り倒せるかもしれないぜ。分かった、慎重にね。ふっ、おー、やっ、キリト、大丈夫？ You know, this story end. こりゃダメだ、反動だけで手足が痛い。これだから言わんこっちゃない、やっぱり難しいみたいだね。 And the original story is まずは青丸の剣を自由に振り回すようにならないとな。変なことに付き合わせて悪かった。いいんだよ、気にしないで。それより手足が痛むんだろ。シラル水を持ってくるから少し休もう。な、ああ悪いな。それじゃあちょっと待っててね。青バラの剣を扱えるようにか。ゲームであればレベルやクラスやステータス何らかの条件があるはずだけど、そうだ、ステーシアの窓、オブジェクトに試せるのなら自分自身にも試せるかもしれない。ユニット ID と、こっちが店名か。青バラの剣を振るのに失敗したから少し減っているな。オブジェクトコントロールオーソリティが38、システムコントロールオーソリティが1しかない。システムコントロール権限は神聖術に関するレベルか。そして38あるオブジェクトコントロール権限、武器やアイテムの使用に関するのはこっちかな。青バラの剣は+45オブジェクト、オブジェクトコントロール権限を45まで上げれば青バラの剣を使いこなせるようになるってことか。とはいえどうやったら権限を上げられるんだ。お待たせ、キリト。さあ、青バラの剣はギガスシダーのウロにでもしまって少し休んだら村へ戻ろう。あら、キリト、帰ったのね。 Yeah, I'm home. なあ、セルカ。ああ、そうだ、今少し話せるかな。私？ええ、別に構わないわよ。その、聞きたいのはセルカのお姉さんのことなんだ。私にはお姉さんなんていないわ。今はだろ、ユージオに聞いたんだ、君にアリスっていうお姉さんがいたこと。ユージオがあなたにアリス姉様のことを話したの？どこまで？アリスもこの教会で神聖術の勉強をしてたことや、6年前聖護騎士に連れて行かれたってこと。そう、ユージを忘れたわけじゃなかったんだ、アリス姉様のこと。え？村の人はお父様もお母様もシスターも決してアリス姉様の話をしようとしないの。まるで最初からアリス姉様なんていなかったみたいに。だからユージオも姉様のことを忘れちゃったのかもって。忘れるどころか、ユージオはすごくアリスのことを気にかけてるみたいだぜ。それこそ天職さえなければ今すぐオートまで探しに行きたいくらいに。そうなの？じゃあユージオが笑わなくなったのはやっぱりアリス姉様のせいなのね。ユージオが笑わない？ええ、姉様が村にいた頃のユージオはいつも笑っていたわ。でも姉様がいなくなってからは笑顔を見てない気がする。確かにユージオの物腰は静かだが、俺の前で笑ったことは一度や二度ではない。彼がセルカや他の村人の前では笑顔を見せないというなら、その理由はおそらく罪悪感だろう。やはりユージオの魂は単なるプログラムではありえない。彼は俺と同じ本物の意識、魂、フラクトライトを持ち、
6年の長きにわたって深く苦悩し傷つき続けてきた。ねえ、何を考えているの？いや、ちょっと思っただけさ。ユージはきっと君の言う通り今でもアリスのことが何より大切なんだろうなって。そうなのね、やっぱり。セルカはユージオのことが好きなんだ。そうなんじゃないわよ。なんだかたまらないのよ。お父様もお母様も口には出さないけど、いなくなった姉様と私を比べて。だから私、家を出て教会に入ったの。なのにシスターアザリアでさえ私に教えながら、姉様なら一度でできるようになったのにと思ってる。ユージオはそんな人じゃないけど、私のことを避けてる。私を見ると姉様を思い出すから。でもそんなの私のせいじゃない。私は姉様の顔だって覚えてないのに。ごめんなさい、取り乱したりして。いや、その泣きたい時は泣いた方がいいと思うよ。うん、そうね。なんだか少しだけ楽になったわ。人の前で泣いたのはずいぶん久しぶり。へえ、すごいなセルカは。俺なんてこの年になっても人前で泣きまくりだ。あれっきりと記憶が戻ったの？いや、そうじゃないんだが、そんな感じがするっていうか。ともかく自分は自分なんだからさ、他の誰かになんてなれない。だからセルカも自分にできることをすればそれでいいんだ。そうね、私自分からも姉様からもずっと目を背けようとしてたのかもしれない。あら、もうこんな時間なのね。キリトの聞きたいことって結局何だったの？いや、十分分かったよ。そうねえキリト。なんだ？キリトは聖豪騎士様がどうして姉様を連れて行ったのか、その理由も聞いたの？ああ、なんで？私は知らないのよ。お父さんたちは何も言わないし、ユージオも教えてくれなくて。確か果ての山脈にある洞窟を抜けて闇の国の土に手を触れてしまったからって聞いたけど。そう、果ての山脈を。大丈夫かセルカ？ええ、平気よ。教えてくれてありがとう。せっかくの安息日なのに引き止めちゃって悪いな。ううん、気にしないで。それじゃあ私は行くわ。ああ、またな。キリト。なあ、村長さん、何ですか？セルカを見なかったか？セルカ？さっきまで話をしていましたが、その後はどこに行ったのか。家にいないんですか？教会にも村の中にもセルカの姿が見当たらないのでね。え？シスターアザリアもセルカの行方はわからないと。きっと何か急な用事があったのでは？すぐに帰ってきますよ。だといいのだな。ともかく他を当たってみる。俺も探してみますよ。教会の人間でセルカと最後に話したのは俺かもしれませんし。感謝する。すまないがよろしく頼むぞ。セルカが行きそうな場所か。友情なら付き合いも古いし何か知っているかもしれないな。 Well, it's a mountain inn. Yeah, because this is much more like same as the origin. Wait, there's nothing here. Is there someone here or is this just dead? I don't know. So I'm sorry if there's so many conversation in this game. So I don't, maybe this is basically still a prologue. You know, chapter 1 is still a prologue. There you go. There you are, Yu-Gi-Oh.
just continue. So I'm sorry, I'm not talking much. キリト、どうしたんだい？実は。そんな、セルカがいなくなったって。ユージオ、セルカが行きそうな場所に心当たりはないか？行きそうなって言われても。俺、セルカと少しだけアリスの話をしたんだよ。だから、アリスとの思い出の場所かもしれないと思って。あ、ユージオ、アリスが聖号騎士に連れて行かれた理由をなぜセルカに教えなかったんだ？そういえば、昔聞かれたことがあったね。なぜ、どうして言わなかったのかな。はっきりした理由があったわけじゃないんだけど、不安だったのかもしれないね。セルカがアリスの後を追いかけてしまいそうで。それだ。え？俺、セルカに教えちゃったんだ。アリスが闇の国の土に触れた話を。セルカはきっと果ての山脈に行ったんだ。それはまずいよ。村の人に気づかれる前に早く追いかけて連れ戻さないと。いや、今すぐ追いかけても間に合うかどうか。もしかしたらもう洞窟に着いているかもしれない。念のために聞いておきたいんだけど、もしセルカが闇の国に入ったら、その場ですぐ聖号騎士に捕まってしまうのか？いや、聖号騎士は多分翌日にやってくると思う。6年前はそうだった。そうか。じゃあ最悪の場合でもまだセルカを助けるチャンスはあるわけだ。何を考えてるのさ、キリト。単純な話さ。今日中にセルカを連れて村から出れば、聖号騎士から逃げ延びることができるかもしれない。そんなことできるわけないよ。天職だってあるし。別にユージオに一緒に来てくれとは言ってないぜ。俺がセルカを連れて逃げるよ。俺が口を滑らせたのが原因なんだからな。その責任は取る。ダメだよ、無理だよキリト。セルカにだって天職があるんだよ。たとえ騎士が来ると分かっても君と一緒に行くはずがない。それにそもそもセルカが闇の国に足を踏み入れるなんて重大な禁忌を犯すなんてありえないことだ。でもアリスにはできた。アリスは特別な存在だった。彼女は村の誰とも違っていた。僕とも、もちろんセルカとも。ともかく今はセルカの元へ急ごう、キリト。なあ、とはいえ最近は獣の動きがおかしいんだろ。念のため今朝支給された武器を持っていこう。うん、わかった。よし、それだけ揃えたらすぐに出よう。行くよ。Twin Lake。わかった。Northern。Okay, we need to find something. You may now switch control. Press C, so I can switch between me and Yuzio and other character. So let's just go to the Hateno Sambia. The end of the mountain? In English, the end mountain. Let's go then. So like always, I'm using the Japanese voice and the English UA, so you can understand what I'm clicking and what they saying. And this is become my practice too in English. I just register it. I don't need to save. Or maybe.ユージオ。Yeah, そうだね。Okay, let's go. Can
water type wizard. Did that? This game is so immersive, you know. I think I need to setting something again. Okay, I need to lower the background music because it's so loud. Oh wait, climb. Where are we going? This way. Or maybe there's something there. I'm just curious. Okay, let's see what's here first, and then we go there. What's this? Next mine. Yeah, mystery is missing on the warriors. And what is the message? I think that's it. And mountains. Okay. Atan Samyak. There's a material here. Oh. Noise. Chunk of snow silver. No. Ikyo. And we in. I took a map, right? Okay. No, I already saved. Ah, dang it. Let's see the mini map. That okay, all right. Come here, inflict hazard. When the hazard touches you, the enemy become hazard. Oh, the terrorist. Pretty cool. The Sonic Clip. Okay. Pretty cool and Sonic Clip. Take it. Iron. Oh. No. Only that. I don't know why. I just press that. Damn it. Climb the pine to go deeper. Oh, I already do that. But send some something here. Oh, up there. So we can go there. Go from here. We need to climb this thing and make a detour.
Can we climb faster? No. Gotcha. What's the... Can you jump? No? I need to sit the sword first and then jump. My god. Oh, there's something there. Hello, boy! Oh, I know. Okay, so that like is mean you can check it there. Easy. Oh, level 8. Can I? Perfect timing, nice. Perfect timing again, man. What do I do? Can I do something? Use here? Oh, and I'm dead. I'll be back for you. Okay. Well, I'm not recording. Oh, not dead. Just let's go. I think I'm going to fight that thing when I'm off recording, you know, like leveling up my character. Hello there. Right now, I know there is some fall damage, but you can't die from falling in this game. Come here. Noise. And from what I know, I think the skill in this game, sword skill and any skill of it, so you need to, it's not like master, but at least you have some like a proficient, I don't know, proficiency, something like that. So
so you have to you actually have to use all of the weapons so you can use a skill. So you have to use a weapon for your ally, like your friends. So you can select the skill for the friend. 初めて聞くよ、あんな音。あ、今度は何だ？何か匂わない？キリト。あ、なんか焦げ臭いな。それに生臭い獣臭さみたいな。セルカ、まずい。おい、見ろや。今日はどうなってんだ？また白い有無のガキが2匹も転がり込んできたぜ。どうする？こいつらも捕まえるか。男の有無なんぞ連れて帰ってもいくらでも売れやしねえ。面倒だ。そいつらはここで殺して肉にしろ。ユージオ、いいか、セルカを助けるぞ。動けるな。わかった。うらあ、ユムのガキめらがこの俺様と戦う気か。 Yeah, I am. Let's go. 違う、戦うんじゃない、勝つんだ。Defeat the goblin with Uzio. Press C. Try to switch, throwing the item of the small fry. Okay, alright. Several enemy pop. What is this supposed to mean? Ow. Press G, the up when that checks. Oh, something like that. Okay, I know, I know, I know. Ow. Kinda hot. Come on. Nice.Goblin with your... Come on, go! Come
離せ。Got him. Nice. It's kind of hot, you know. こいつらの動きや反応、ただのモンスターじゃないのか。Not really used to the... この屈辱は、お前らを八つ先にして食い散らかしても収まりそうもねえが、とりあえずやってみるとするか。キリト、やめろ、ユージョ。やめろ、ユージョ。子供の頃約束したろ。僕とキリトとアリスは。生まれた日も死ぬ日も一緒。今度こそ守るんだ。僕がこの記憶は俺の記憶なのか。俺はこの世界で育った。ユージオとアリスと共に。そうだ、世界は永遠に変わらないと信じていた。三人いつまでも一緒だと信じていたんだ。しかし、三人で行った洞窟。そう、この洞窟で、アリスを守れなかった。何もできなかった。あの絶望、無力感を忘れるものか。今度こそ俺は、白い夢が調子に乗んじゃねえ。夢のガキごときに俺様が負けるわけが。違う、俺の名前はユームじゃない。カズトだ。あれですカズト。俺は剣士キリトだ。お前らの親玉の首は取った。まだ戦う気があるやつはかかってこい。そうでないやつは今すぐ闇の国へ帰れ。ユージオ、しっかりしろ。 Think this should be the end of the prologue? キリト、キリトなの？セルカ、大丈夫か？怪我してないか？うん、平気。それじゃあ手伝ってくれ。ユージオが大怪我をしたんだ。もう普通の治療じゃ間に合わないんだ。セルカの新生術で助けてくれ。頼む。無理よ、こんな傷。私の新生術じゃ無理。ユージオ、嘘よね。私のせいで、ユージオ。泣いてもユージオの傷は治らない。無理でもいい、やってみるんだ。君は次のシスターなんだろ。アリスの後を継いだんだろ。私は姉様にはなれない。今の私に治せるのはほんのかすり傷くらいで。ユージオは君を助けに来たんだ、セルカ。アリスじゃない、君を助けるために命を投げ出したんだ。普通の治癒術じゃ間に合わないわ。危険な高位新生術を試してみるしかない。
キリト、あなたの助けが必要よ。わかった。言ってくれ。何でもやる。左手を貸して。もし術が失敗したら、私もあなたも命を落とすかもしれない。覚悟はいいわね。その時は俺の命だけで済むようにしてくれ。いつでもいいぞ。システムコール、トランスファー・ヒューマン・ユニット・デュラビリティ、ライト・ハンド・セルフ・トゥ・レフト。頑張れ、ユージオ。たとえ魂だけの存在であろうとも、ユージオは俺の友達だ。絶対にこのまま死なせたりしない。キリト、まだ大丈夫？問題ない。もっとユージオにやってくれ。もうダメ。これ以上続けたらキリトの天命が。これが死なのだろうか。たまらなく寒くて、恐ろしいくらい孤独で、いや、ほんのわずかに温かさを感じる。誰かのって、これは、セルカじゃない。君は、誰？キリト、ユージオ、待ってるわ、いつまでも。セントラルカセドラルのてっぺんであなたたちをずっと待ってる。傷の具合はどうだ？傷んだりしないか？うん、丸一日休んだらもうすっかり治ったみたいだよ。キリトのおかげだ。肩を貸して村まで連れて帰ってくれたんだからさ。俺だけじゃないさ。セルカの神聖術がなかったら、あのままユージは息を吹き返さなかったかもしれない。うん、二人には感謝しないとね。どうかしたのかい、キリト？What you say in the cave? You heard a voice in the cave? セルカがお前に神聖術を使った時、誰かの声を聞いたか？いや、僕はもう全く意識がなかったから。キリトは何か聞いたのかい？ Wait, this is basically the same. なあ、ユージオ、覚えているか？あの洞窟でお前がゴブリンに切られた時のこと。お前妙なこと言ったよな。俺がユージオとアリスとずっと昔から友達だったみたいな。覚えているよ。そんなわけはないんだけど、なんだかあの時はすごくはっきりそう思えたんだ。僕とキリトとアリスはこの村で生まれて一緒に育って、アリスが連れて行かれたあの日も一緒にいたような。うん、そうか。何でも。ああ、いや、気のせいだ、忘れてくれ。まあ、さて、仕事に戻ろう。よし、これで午前中の仕事は終わりかな。いつもより早く終わったんじゃないか。うん、なんだか急に竜骨の斧が軽くなったみたいで不思議だよね。それはきっと俺たちがゴブリンの集団を撃退したからだろう。その証拠に俺のオブジェクトコントロール権限は以前よりも上がっていた。おそらくユージオも同じはずだ。セルカも妙に神聖術が成功すると言っていたし、俺たち全員がレベルアップしたということなんだろう。きっと今なら。おいキリト、
持てるのかい、その剣が。ああ、軽くなったのは龍骨の斧だけじゃないらしいぜ。せやはりこの世界にはソードスキルが存在する。理由こそわからないが、これは強みになる。キリト、今のはもしかして剣術界？ああ、多分そうだと思う。前に獣退治をした時もキリト、君は剣を難なく扱えていた。もしかしたら記憶をなくす前のキリトの天職はきっと英士、いや大きな町の衛兵だったのかもしれないね。正式な剣術は衛兵隊でしか教えてくれないんだ。少し羨ましいよ。ユージは？キリト、君の剣術の流派は何？その名前も思い出せないかい？いや、覚えている。俺の剣はアインクラッド流だよ。アインクラッド流、不思議な名前だね。聞いたことはないけど、もしかしたらそれが君の先生か、それとも暮らしていた町の名前なのかもね。キリト、その僕に君のアインクラッド流剣術を教えてくれないか。もちろん僕は衛兵でも村の衛士でもないから、何かの規則に違反するかもしれないけど。衛兵じゃない人間は剣術の修行をしちゃダメだ、なんていう項目が禁忌目録にあるのか。そういう項目はないけど、でも複数の天職を同時に兼務することは禁じられている。だから僕が剣の修行をしたら自分の天職をおろそかにすることになるのかもしれない。頑張れユージオ、諦めるな。自分を縛る者に負けるな。でも僕は強くなりたいんだ。もう二度と同じ間違いを繰り返さないために、なくしたものを取り戻すために。キリト、僕に剣を教えてくれ。わかった、教えるよ。俺の知る限りの技を。でも修行は辛いぞ。望むところだよ。本当にそれが僕のずっとずっと望み続けてきたものなんだ。今分かったよ。僕はずっと君を待っていたんだ、キリト。この森で6年間君がやってきてくれるのをずっと待ってた。ああ、俺もきっとお前に会うためにこの森で目覚めたんだ、ユージオ。The end of prologue, I think. Still keep going? Wow.Is it fail to kill it? Oh.
本当に行くのね、ユージオ。うん。セルカ、ユージオが自分で選んだことだ。村の掟に従い、ギガスシダーを倒して天職を果たしたユージオは、自ら次の天職を選ぶ権利を持つ。そしてユージオは村を出ることを選んだ。はい、僕は剣士になります。ザッカリアの町で衛兵隊に入り、腕を磨いていつか王都に上がるつもりです。分かっている。望み通り村を出て剣の腕を磨くがよかろう。ありがとうございます。では私はそろそろ行くとする。それではな、ユージオ、キリト。はい、さようなら、ガスフトさん。お世話になりました。セルカ、寂しくなるわね。そうだね。必ず帰ってきてとは言わないわけど、どうか気をつけてね。うん、ありがとう。キリトも。ユージオ、少しセルカと話していいか？うん、もちろん。先に行っているよ。悪いな。それじゃあセルカ、行ってくるよ。うん、行ってらっしゃい。それで？一言謝りたくてさ。ごめんなセルカ、俺がユージを連れ出すみたいなことになっちゃって。いいのよ、それよりも私嬉しいの。アリス姉様がいなくなってからずっと何もかもを諦めたみたいに生きてきたユージオが、あなたのおかげでもう一度笑えるようになったんだもの。それに自分から姉様を探しに行くって決めてくれた。ああ見えて父様も心の中じゃ喜んでるはずよ。ユージオが姉様を忘れてなかったことをね。そっか。私ね、別に姉様の真似してあの洞窟に行ったわけじゃないの。闇の国の土に触れるなんてこと私にできっこないのは分かってた。でも少しだけでも姉様の近くに行きたかったの。そしてこれ以上は進めないってところまで行って、そこで私はアリス姉様の代わりになれないんだってちゃんと確かめたかった。いや、君はすごいよ。普通の女の子なら途中で引き返してしまうような道を最後まで進んで、洞窟の奥でゴブリンの偵察隊を見つけちゃったんだからな。言い返せるか、君は君にしかできないことをしたんだ。私にしかできないこと？君はアリスの身代わりなんかじゃない。セルカにはセルカだけの才能があるはずだ。ゆっくりそれを育てていければいいんだ。うん、ありがとうキリト。それじゃ俺も行くよ。ユージを見失ったらザッカリアまで俺一人じゃいけないからな。うん、わかった。さようならキリト。必ず帰ってきてとは言えないけど。いや、誓わせてくれ。俺はユージオと一緒にアリスを助け出してこの村に君の姉さんを連れて帰ってくる。約束するよ。ねえ。ああ。I think this is it for today, guys. And I hope you guys enjoy it. This is a long prologue. So yeah, I hope you guys enjoy it. Please leave a like, comment down below, and don't forget to subscribe.